回あれです、ショールームでもアンツのゲームをしようと思ってるのでしようと思ってます。近々しよう。ずん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 、アッキーだら大好きマンさん、あきおめあきおめね。まだ背景があれだ、お正月だ。イータさんもあきおめあきおめ、正月だね。バリア切れてる？ほんま？アンツのバリア切れてますか？もう私ダイヤがないんだよね。バリア貼らなきゃ。バリア貼らなきゃ。襲われてしまう。本当だ。ありがとう。2500はある。3日間保護。保護した。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そっか。アライアンスストアで交換できた、できるんだ。そうだそうだ。もうダイヤ使っちゃった。もうダイヤ使っちゃったよ。いや。あ、そう、このね、このカーディガンがのアウトレットで買ったやつ。早速着た。かわゆいでしょう。かわゆいでしょう。アウトレットで買った猫。猫？なんかこれ猫、これ猫？猫だ。翔一さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ゆういちさんも可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。あやまいさん、結婚できません。結婚はできません。いや、結婚はね、そうしようと思ってもできないんですよね。猫猫、なんかね、めっちゃ迷った。これは買うかどうか、買うかどうかめっちゃ迷ったけど、なんかこれと別にこのお店でもう一着は買いたい服が決まってて、でもさ、なんか一着だけ買うのってなんかちょっと気まずいかなって思って、でこれは買おうかめちゃめちゃ迷ってて、はじめもう、あ、でもちょっとやめとこうかって思って、やめとこうかって思ったんですけど、なんとレジのとこ行ってみたら2着買ったら 10% オフだったので10% オフだったので、あ、これはもう買わなきゃって思って買いました。ちょっと気に入った、いっぱい着ようと思います。なんかどんな服にも合いそう、こういうの好き。そう、よくあるよね、割り2点買ったら 10% オフ買っちゃいましたよ。うさぴょん姫さん、中吉、中吉おめでとうございます。あちこさん、あきおめ、あきおめ、猫猫。なんかさ、こういうさ、猫とかの服ってもう目があったら買っちゃうね。大きめで私の好きな、こう手が隠れるので良きです、良きです。ワイリンガルさん、可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。ジンライさんも、可愛いギフトありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
猫ちゃんが見えないや。りょうきけんさん、あきおめ、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。カムカムさん、かわいいギフトありがとう、ありがとう。お茶翔一さん、クマありがとうございます。クマありがクマです、ありがとう、ありがとう。クマグッドアーさん、明けおめ、明けおめ、セッコジョーナーさん、明けおめ、ユウさん、お餅ありがとう。ライブタグ、ハッシュタグ、ミコパンダの運勢占い待ちを設定しておくと、運がいいと何かもらえる。なんか見た気がする。それって今やってるの？なんか来てた気がするな。ちょっと、エアポッツのケースはどこですか。ヤマさん、かわいいギフトありがとう、ありがとう。ちょっと待って、パンダどこだ、パンダ、パンダ、あれないよないよ。22時まで、ちょっと待って、パンダがいない。あれどこに来てたっけな。あ、これあ、あ、お、ん違う、ん年玉キャンペーン、おお、20時から20時、あ、なんか前もなんかあったやつですかね。え、何書いたらいいの？うん、配信中にライブタグ、ハッシュタグミコパン、どこで設定できるんだろう。お、ハッシュタグ、ハッシュ、あ、これ、え、設定してるだけでいいの？これでいいの？え、できてる、できてる、わかんない、わかんない。したつもりでいる。どうだろう。ハッシュタグ、ハッシュタグ、マー君、あきおめ、あきおめ、あきお、青色大好きさん、あけましておめでとうございます。くるくる靴下もらってたの。くるくる、できてるのかしら。お話し会申し込みしてありがとうございます、ありがとう。次の二次受付は明日の13時までかなです。よろしくお願いします、お願いします。え、できてるかな。できてないかもしれんけど、やったつもりではいるんだけど。どこだどこだ。できてるのかしら。できてなかったら、あ、できてないみたい。できてないの？待って、できてないの？あれ、私やったんだけどな。え、でもほら、選択したタグになってるよ。選択してる気がする。あ、できてる？できてる？わかんない。わかんない、わかんない。いや、髪の毛が伸びた。あ。
聞いたら大好きマーさん結婚できません、申し訳ない申し訳ない。今日のメールはびっくりしたって、何のメール、何のメール、ああ、そう、今日は幸せな日でした。私は大好きな人に会いました大好きな人に会いました。私もうハッピーハッピーハッピーアバッタンさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますそうなんですよ、マリーナさんにお会いしました。さんにお会いしました、嬉しい。マリーナさんって分かった、初めねケロ日記の方でパンケーキのお話のメールを送ってマリーナさんって分かる方いるかなって思って送ったんですけどね、分かった、あれで分かったらねすごいよ。コーラさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。そう、今日はマリーナさんに会いました、嬉しい。もうねずっとワクワクしてた。数日前に LINE をくださって、何日か何日会えるって来て、時間空いてるって来て時間空いてるって来たので、空いてます、空いてなくても開けますって返信しましたそう嬉しい。私もずっと会いたいなと思ってたんですけど、なんかさ、誘って、まあ、いいのかなってすごい思ってたので誘ってさ、いいか分からなくてすごい会いたいと思ってたんですけどそう、何が何でも開けますって、お会いできました。広島に来てくださって、ちょうど帰省されてて、してて、その途中、帰る途中に広島来てくださって嬉しいいやもう本当にね、多分昨日の配信とかめちゃめちゃウキウキだったと思う楽しみだった、ずっと。ジャマルさん、明けましておめでとうございます。私もよろしくお願いします。疲れさん、いいねいいね、ありがとう、いいねいいね。少し先ですがお話し会デビューお待ちしてます。はじめまして言いましょう、楽しみに待ってます。つなさん、かわいいギフトありがとうございます、ありがとう。15分、あ、12日連続、おー、そうですね、やっぱりもう日々の日課なので日々の日課なのでね、配信は今日もありがとうございます。かっこ12日、明日で、あ、明日で新記録に並ぶんだね。そうだ、ミシェルボーイさん、結婚できません、申し訳ないです結婚はちょっとできません、母にあなたは結婚できないって言われてるので明日で記録更新ですよ皆さんあ、違うか、明日で記録に並ぶから明後日で記録更新だ。すごい、そんなちょっと歴史的瞬間じゃん。ちょっとあれだよ、みんながさ、みんなまでさ一緒にさ、すごいあのすごいあのもうめちゃめちゃ300もう1、2年続けてるみたいなさ感じのコメントになっちゃったらあれだ、ちょっと。ちょっと突っ込んでくれる人がいないと
収集がつかなくなっちゃう収集がつかなくなっちゃうんだけどどうしようもう終わりがなくなっちゃう大記録ってあ、シャンメリー買っときます。ありがとうございます。シャンメリー私まだ残ってるんですよ。どうしようかな。シャンメリーが永遠になくならなくて冷蔵庫にずっとあるんですけど そう、そんな感じで何の話だったっけなん、あ、そうそうそう、マリーナさんにねお会いできましたという話です。もうねもうね、そうだね、お話からの二次受付は明日の13時までなのでぜひ前の方はよろしくお願いします。話しましょう、話しましょう、待ってます。いやー嬉しかった嬉しかった。モンキチさん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あの待ち合わせしてて、お店の前で待ち合わせしてたんですけど、もうねあの会った瞬間可愛すぎてびっくりした可愛すぎてびっくりした。申し込みます、ありがとうございます、待ってます、待ってます。いやあの STU で一緒に活動してる時から本当に会うたびに可愛くてびっくりしてたんですよ。ヒューガヒャンさん明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします。そうびっくりしたしてたんですけど、もう今日もねずっとびっくりしてた。もう目が合うたびに、あ可愛いあ可愛い、あすごいすごい可愛いえ本当に可愛いんです、本当に可愛いんです。えもうええ本当 に人間の可愛さですかっていうぐらい可愛かったです。いや遅刻しなかった、しなかったよ。ちゃんと時間通り、時間の何分か前に行ったんですけど、もうすでにマリーナさんいて可愛かったです。そうびっくりする可愛さ。楽しかったな、楽しかったなそうだね、もう昨日のマイペースな、マイペース同士のお友達と会うときはね、起きたよって言ってから言ってからの出発なので、めちゃめちゃ時間にルーズな回でしたけど、今日はかわいかったな。またね、またあの会いましょうという話もしたので、また会います、会います。次はお互いの誕生日プレゼントを買って交換しようという話をしてますうん、嬉しい嬉しい嬉しい。なんかねマリーナさんにね、もう敬語じゃん、あ、文化の話してるとき多分私すごい楽しくなっちゃって楽しくなっちゃったのかな、なんかすごい楽しくなっちゃったらこうわーって喋りたいじゃないですか。で多分楽しくなっちゃっててなんかポロッと敬語じゃない、敬語で喋ってるんですけど敬語じゃない言葉で言っちゃって何の言葉だったかな、もう何の話の時かも忘れたんですけど、なんとか何だったかな楽しくなっちゃって何
とかです、なんとかじゃん、なんとかやん、なんか忘れちゃったけどなんか言って、ちょっと不意に言っちゃってごめんなさいってなったら、そう思ってたけど、そのもう敬語じゃなくても全然いいよみたいな敬語じゃなくても全然いいよ。え、そう、私の方が年上ですけど、あの先輩なので、先輩なので敬語でずっと喋ってるんですけど、そう、もう敬語じゃなくていいよって言ってもらったんですけど、もうさ、もう敬語で喋るのがさ定着しすぎてさ定着しすぎて、もう敬語じゃない言葉で逆に話せなかった逆に話せなかったです。そう、え、難しいです今から変えるのって大変じゃない敬語かな敬語かな、まだ敬語かな。一言も喋れなかった、敬語じゃない言葉であ、その一言か、一言ちょっと間違えて楽しくなりすぎて言っちゃった言葉だけなんかあれだよね、学校の時とかさ、ずっと何々さんって友達のこと初めそう呼ぶじゃないですか、原田さんみたいな、それをじゃあ今日から下の名前で呼ぼうみたいな変える時もさ、めちゃめちゃ気まずいっていうかさ、言い慣れなくてさ、ちょっと照れくさくならない そう、だからちょっとそれと似た感じを思い出した。そうだよね、でもちょっと違うか、呼び捨てになるタイム、呼び捨てになるのと敬語がタメ語になるのとちょっと違うね。私マリーナさんって呼んでる。え、さやかりんって呼ばれてる。さやかりんとマリーナさん呼んでます。楽しかった。でもいろんなお話しました、いろいろ話した、ずっと話してました。何話したっけあ、でも本当にね、本当にちょっと真剣な話から全然あのこの日常の話いろいろ話した。あ、そう、なんかね、マリーナさんも一人暮らしを始めたということで、あの自炊してますかみたいな話になってあのお互いあんまりしてないっていうことで、あの調理器具何を持ってるかの勝負しました勝負してましたなんかね、他にもなんかいろいろ気づいたら張り合ってたいや、でも聞いてほしい。神戸さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はじめ、あの私お鍋を1個持ってるんですよっていう話をしてそしたらマリーナさんも、あ、でも自分はちょっと深めのフライパンを1個持ってるって言ってまあここはまあドローじゃないですかそれで、あ、
私本庁となんだっけ本庁あ本庁私持ってますって言ったんですよそしたらワリナさんがあ自分は包丁持ってるしまな板もあるよって言っていやまな板私も持ってますって言ってまあドローじゃないですかそれで私はひらめいたんですよひらめいてあ私あのコーヒーを豆から引く機械を持ってますって言ってそう、あ、それでこれ多分私の勝利だと思うあ、それは強いってなっていやもうあのコーヒーをね豆から引く女なので日課なので優勝勝ちました私そうコーヒー見るいやちょっと感謝ですコーヒー見るにそうコーヒーミルが決め手でした。でそしたらマリーナさんがでも自分はなんかなんだっけお風呂のシャワーのヘッドをなんかミストみたいにするのを思ってるって言ってあそれはちょっと生活レベルすごい高いなってなってもうよくわかんない方向に行きました。ねそれも強いね。でもそれはね使ったことないらしい謎に持ってるらしい自炊関係なくなってるあみたいな話してましたその話今思い出したそう楽しかった。どんぐりの背比べ。たけさん手紙ありがとうございます。ありがとうございます。あ結婚はできません。結婚はできません。文通を挟んでもちょっと結婚はもうできないと母に言われてるので。可愛いです。ありがとうございます。そう楽しかったです。ツーショット撮ったよ。あまた送りますね。メールでも送ります。プリクラも撮った。スマホにもう今挟んでる。嬉しい。そうしばらくちょっとこの状態でいようと思います。私のスマホ。クックさん花束ありがとう。ありがとうございます。カズさん可愛いギフト10個ありがとうございます。ありがとう。そう可愛かった。もう心の中でずっとあ可愛い。私もマリーナさんにギフト投げてたもうずっとギフト投げてました心の中でね。可愛い尊いって言ってヤンカーさん、王子様を拾ったよさん、尊いギフトありがとうございます。ありがとう。でもなんかプリクラが進化しててびっくりした。進化しててびっくりしました。なんかねプリクラは私が出しましたなんか初め本当はあのパンケーキ食べたんですけどパンケーキも私が払いますって言って出したかったんですけどマリーナさんがお会計もしてくれてで結局あのあのなんだっけあの途中のあのお金は出したんですけどそう私が払いたかったんですけどもう会計してくれたので、うん、ちょっと受け取ってください受け取ってくださいって言ってそしたらもう1000円でいいよって言ってくださったのでプリクラ代私がましたそう
ですよ。たけさん、ギフトありがとうございます。ありがとう。なので、あの、そうだね、タンプレを交換するときは、そう、めっちゃ良いものを探そうと思う。何がいいかな、マリーナさんへのタンプレ何がいいかな。2月14日ですよね。コーヒーミル、ちょっと次会う時までに考えとこうと思います。あ、そうそう、プリクラがね、めちゃめちゃ進化しててね、なんかねなんかね、今の時カメラを動かすんですね。初めてだったかもしれん。カメラをどんどんこう自分でね、高さとか変えて、次は縦にしてねみたいな、次は横にしてねみたいな、次は上まで引き上げてねみたいなびっくりしちゃった、びっくりした。久しぶりに撮った気がします。トリクラ、福建さんありがとうございます。 ST48 2期生の原田さやかです。お願いします。そう、面白かったです。プリクラで撮った写真もじゃあ送ろうかな、送ろうかな。力のおはぎさん、明けおめ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。そう、あの、なんかさ、ショールームのその見てる時、今見てる時にあれだよね、下にさ説明みたいな文が出てるじゃないですか。それ変えました、昨日の夜か何か変えた気がします。ちょっとどう、分かりやすくなった。チャーさん、明けおめ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。変えたっけ、結局変えなかったんだっけ。そう、気象報告、え、定型文、どこだ、あ、この端末からは配信しません、配信しませんよ。プロフィールの、あ、そう、プロフィールのとこです。プロフィールの話ちょっと変えたのよ。ツイッターとメールの文をちょっと変えたので、ぜひツイッターとメール見てみてくださいそう、あのイベントの時、なんだっけ、その日のスケジュール、タイムテーブル書いてたとこ書いた。お茶を飲みます。あー、そう、多分ね、ずっとね、私ツイッター始めましたって書いてたんですよ、だいぶもうツイッター始めて1年以上経ってたにもかかわらず、ツイッター始めましたってなってたと思うんですそれをね、ちょっと変えるなどしておりますので、ぜひそちらもご覧くださいませ。
ラビッシュさん結婚はできません。結婚はできません。できないらしいです私は。ありがとうございます。あのね、最近気づいたんですけど、最近っていうかすごいどうでもいい話なんですけど、見てここのリングって回せるんだって。知ってた？知ってた？ここのリングって回せるんだよ。知ってた？私知らなくてさずっとね、こう向きしか、確かなんかこのリングを買った時とかにも、ちょっと今回のリングはこう向きしか動かないんですよみたいな言ってたんですね。でもこれはこれで普通にもう慣れちゃってたんですけど、もういつだったかな、2日前ぐらいにね、回ることに気づいてちょっと感銘を受けた。一人で感銘を受けた。すごい。だからほら、こう向きとかでも持てるし、いやめちゃめちゃ私は使い切れてなかったんだということに。あ、このありがとうございます。このぬるさが沼なんです。ありがとう。すごい。だからちょっと最近はずっとこうね、回してます。新発見だぜ。使いやすいスマホリングはね、なんかいるかも。私結構さ、こうスマホをさ、こうやって立てたりもできるじゃないですか。便利なのだ。ちょっとお休みメールを送り忘れないということを皆さんちょっと言っていただけると助かります。おやすみメール。あー、可愛かった。今書いてもいいの？いっこさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。いや、可愛かった。本当に可愛かった。よいしょ。マリーナさん、たどりされるのが苦手ってずっと STU の時も言ってたんですけど、今日もそう言ってて、それも可愛かった。それは可愛かった。メール、じゃあマリーナさんとのツーショットを送ろう。今日も一日お疲れ様です。なんて送ろうかな。あ、そっか、ごめんなさい、音読してた。なんて送ろう。
近なんかね、朝起きるのがなんかなんだろう、寝覚めが悪くなった寝覚めが悪くなってる気がする最近。うん、絶対二度寝しちゃう。何回もちょっと眠すぎるからちょっとあと30分あと30分って言ってアラームセットし直して二度寝しちゃう寒いからかな、寒いからかな。なんか今日夢見た、今日夢見たけどなんかそう悪い夢で夢日記つけなかったんですよ。なんだったっけ。はじめさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。チョコミントさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。え、そう、全然ショールームイベント中の方がね、もう目覚めがいいというよりもう不安で何回も目が覚めてたからじゃあ逆にあれか、逆にゆっくり落ち着いて寝てるっていうことかな、そういうことかな。何の夢だったっけ。なんかね、人がいっぱいいた、人がいっぱいいて、なんか悪い夢でしたゾンビではない。なんかちょっと古い感じの建物に人がいっぱいいて、私もそこにいて、あ、もう悪い夢なのでいいやもうわざわざそう、あ、もう悪い夢だし夢日記いいやって思って、なんかさ夢日記に記録したらさその夢忘れないじゃないですか、ずっと。だから悪い夢はもう記録しないでおこうって思ってそう、あ、待って、おやすみメール何送ろうかな。よし、よいしょ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 。トゥトゥ、なおさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お正月終わらないでほしいな。もう終わっちゃったかもう終わっちゃったか。なんかさ、明けましておめでとうございますって言えるのもさ楽しくない？いいな、また来年か。
よし、文章ができたのでメール。あ、いいね、すごい。今まだ48分だからさ、余裕を持ったら、余裕を持って書けたらいいですね。あ、本当に可愛かった。送信送信送信完了、よろしくお願いします。送信しました。明日めっちゃ寒いの？そうなの？でも昨日かな？昨日そんなに寒くなかった気がした。明日寒いのかな？来週暖かくなるんだ。最近は寝るときに暖房を消すけど、起きる時間のタイミング頃に暖房が入るように設定して眠ってる。やっぱり朝は寒かったら布団から出れません。布団から出れません。よいしょ。なんか泊まりがけの時の荷物を、少ない荷物が少ない人になりたいって今日マリーナさん見て思った。電池変えました。暖房のリモコンの電池変えた。すっごいすごい、もうピッてしたらピッてつくから素晴らしいですこれまではもう全然つかなくて、ピピ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 ピ、あ、ついたみたいな感じだったので、すごい快適、快適なストレスフリーですそう、やっと変えました、やっと変えました。そう、今日ね、マリーナさん帰省してて、もう東京に戻るタイミングの途中で会ってくださったので、荷物が多いけどごめんねみたいなことを会う前に聞いてたから、普通にキャリーバッグを持ってるのかなって思ったんですけど、全然そんなことなくて、え、そう、え、本当は、え、マリーナ手ぶらで帰省するんでしょって、本当に初めはめっちゃちっちゃいバッグだけで帰省しようとしてたらしくて、まあ、それプラスでちょっと中くらいみたいなバッグ持ってたんですけど、でもそれだけで。初見さん、こんばんは、こんばんは。ST48、2期生の原田さやかです。よろしくお願いします。え、そう。
なんですよ。目指せミニマリスト。私結構お家はミニマリストなんですけど、最近は。いや本当にびっくりしました。その荷物そんなって聞いたら、普通にお仕事とかの時、 STU でお仕事とかの時一泊するとかなったら全然ちっちゃいバッグ1個で行ってたってなんでそうなるんだろう。私お仕事で一泊する時、一泊でもキャリーバッグ持ってくんですよそれ言ったらめっちゃびっくりしてたなんでだろう。でも普段私荷物少ないんです。今日とかは普通にこれぐらいのバッグ1個だったんですけど、し結構手ぶらで出るの好きなので、手ぶらでポケットにスマホと鍵だけ入れて、お仕事その行ける日は行ったりするんですけど、で泊まりってなったらえ本当にいっぱい入れちゃう。あそう、私傘もねあまり持ち歩きたくないので、できるだけギリギリを攻めて持ち歩かないんですけど。翔一さん、おお中吉おめでとうございます。ありがとうございます。そうなんか最近財布をね使わない良さを覚えた。スマホで支払う良さを最近ちょっと覚えた。ロリボンさん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。そうだね、降水確率 40% は傘持っていきません。そうちょっとなんかさ、私小銭とか探すの結構遅いんですよ、ね、キャッシュレスさやかって何あそうだよね、でも充電切れたらそう大変なことになるよね。充電切れではなかったんですけど、この前なんかわかんないけど繋がらなくて確かコンビニで、でもスマホしかなくて、なんか全然繋がらないんです。その支払うやつがもう全然出てこなくて、もう本当に焦った。レジの方も多分ねちょっといやいや多分遅いなって思われてて、結構かかったんですよ。めっちゃ焦ったし、そう全然私 4% とかあるので、スマホの充電も切れがちなので、ああそうだよね、そういう時焦るよね、なかったら。あの時なんでだろう、そうちょっとねまだですかって感じを察知して、ちょっと繋がらない、みたいな時間がなんか多分ね1分ぐらいかな、もっと短かったのかな、1分ぐらいかな、すごい気まずかった気まずかった。もうさピッピッピッってやってさ、やっていただいた後じゃないですか、お会計するときって。だからさ、もうこれ払い戻しとかこれできない、どうなるんだろうみたいな思ってめちゃめちゃ焦りました。あそうだね、本当はもっと短かったかも、本当は30秒ぐらいだったかもだけど、もう私には本当にもう果てしない時間に感じました確かに私がじゃあ1分って感じたことは、本当はもう30秒とかかもしれん、20秒とかかもしれんけど、めっちゃ気まずかったですのでね、ちょっと多少の実物のお金も持ち歩いた方がいいのかもって思ったでもね、手ぶら身軽に出かけられるのはいいよね。あそうなんですけどめっちゃ話がそれたなんかもうキャッシュレスの話話になってたそうでも泊まりがけってなったらもうめっちゃ持ってっちゃう。なんでさそんな
カバン1個に収まるのかな。なんでなんだろう、なんでなんだろう。え、だって普通にメイク道具、服、パジャマ、タオル、バスタオルうん、あとなんヘアアイロン、なんだそれぐらいかな。あと洗面用具とか入れてたら普通にもうカバン1個じゃ入りきらない、入りきらないんですよ。私一時期食器とかも持ってってたからうん、アイロンはね、あのカールのストレートアイロンです。乾かすやつじゃなくていやバスタオルはあれです、私あの引くんですよ寝るとき枕の上とか引くんですそうサーヤンと同部屋のね、そのチャーハンと言われてるときはあれは自分の食器を洗ってた音なのでそうチャーハンじゃないんですけどね、あれは食器をそう洗ってたりしたので、そうなんですよね。え、枕をね持ってってた時もあった気がする。あったっけ、なかったっけ、枕持ってった時もなかった。最近はね枕はもう持っていかないんですけど、あったあったよね、初めの頃あったから本当にね一泊って言ってもめっちゃなんか三泊ですかみたいな感じの荷物になっちゃうそうなんですよ。でもね憧れる、憧れます、少量の荷物の荷物憧れます。え、枕は圧縮して持って行ってたよねって、全然圧縮してなかったよ。圧縮普通にキャリーバッグにポンってなのでちょっとじゃあ頑張ろう、量泊まりの時に荷物の量を減らせるように頑張ろうかな。お話し会どこがおすすめ？どこかな、どこかな。あ、ちょっと待ってちょっとお休みメールが届かない劇ですお休みメール、写真許可もらってます。でも多分届かないだろうな。届くかな、どうだろう、届かないかもしれません届かないかもしれません。そしたらごめんなさい。あらあら、そうだね、おすすめの日はねツイッターにも載せてるのでぜひ見てみてください。でもねどこだろうな、とりあえずあれかな、早めの日にちから来ていただけたら嬉しいです。会いましょう。でもそうだね、4月1日エイプリルフールもおすすめですね。そうだね、監視枠開けたいな。
そうそうそう、2月5日は永日程までなので受付が、ぜひ2月5日 お越しください。おすすめですと、あのおすすめですとお越しくださいがよくちょっと混じって変なこと言っちゃった。そうだね、お寿司ください。お越しください、お寿司ください。待ってます。ふすむんさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。明けおめ、明けおめ、今日も今日も。もうこんな時間か。ジャパンマ、マエさん、センスありがとうございます。タケさん、ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、ありがとう。こんな時間か。じゃあそろそろテロップを書きましょうか。テロップを書きましょうか。何にしようかな、何にしようかな。もう私の心境を書いた。私の心境を書いた。確かに、でも私可愛い可愛い言ってますけど、サラさん可愛いギフトありがとうございます。いや本当にね、可愛い可愛い言ってますけど、あのもうね、見かけだけじゃなくてもう中身も素敵なんですよ。もうね、存在が素敵なんです。わかりますか。もう存在が素敵なんです。本当に本当にそうなんです。またお会いしたいです。私は陰ながらいつも見てるので、マリーナさんのことを。そうなんです。またお会いできる日を楽しみに頑張ろうと思います。ヤンカーさん、ありがとうございます。バラ、ありがとう、ありがとう。あ、でもなんかね、今日ね、もしかしてさやかりんって末っ子って言われて、末っ子ですって言ったら、ああ、確かに
確かにって言われてあ、なるほど確かにって言われて、何に納得されたんですかって言って何に納得されたんですか、って言ったら、なんかね、同じ波動を感じたらしい同じ波動を感じたって、なるほどって言ってそんななんかでも私あんまり末っ子って言われないかもしれん。初見さん、こんばんは。 ST48 2期生のさやかりんごと原田さやかです。お願いします。何を感じ取ったんだろう。波動ってなんかアニメ好きじゃないと出てこん言葉なのあ、ちょっと出ちゃったそう、でも私はあの末っ子とはあんま言われないかも。どうだろう、一人っ子って言われるガチかもしれん。どうだろうそうらしいですさやからメール今回、そっか、じゃあちょっとまた送り直しますね。なんか真ん中の子っぽいとも言われたことあるかも。末っ子はマイペースなの。あ、実際はね、姉が一人います。お姉さまがいます。お姉ちゃんはね3歳年上です。3歳差です。3歳差だから今24歳かな、24かな。姉ケロリン。お正月に姉とは会えてないので会いに行きたいな。背はどっちが高いの。背はね、私の方が断然高いです。お姉ちゃんめちゃめちゃお姉ちゃんあのそうですだから結構私が姉って思われがちだった。普通に母の知り合いとかに会ったりしたら、私が「あ、お姉さん？」って言われがち。誰ぐらいなんだろう。サーヤンって何センチかな。誰ぐらいなんだろうか。確かね、152とかかな。123とかそこら辺だと思う。ちょっとあやふや。何センチだろう。123のどっかなんですけど、1とかかもしれん。誰ぐらいですか。そしたらひなさん、サイヤン153センチ。そうなんです。だからね、結構押せるって結構あの身長差があるんですよね。なんでこんなに差があるんだろうそうなんですよ。性格とかもね、結構違う気がします。そうだね、甥っ子くんにも会いたいな。
そう、いや顔もそんな似てないと思うんですけど、あの本人たちは似てないって思ってるんですけど、でもたまに言われる、似てるって、なんか笑った顔が似てるとか学校の友達とかに言われてた。さやかりんより天然って、いやあの私は全然本当に天然じゃないんですけど、天然とかじゃないんですけど、姉は天然です。姉はだいぶ天然です。すごいね、そうなんかいろんなエピソードがあります。つなさんいいね、ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとう。私は本当に違います、本当に違います、私は違います。ね、性格もね、なんかねすごいニコニコしてる人です。そうです、なんでこんなお姉ちゃんの話になったんだろう、なんでこんなお姉ちゃん、勉強はどっちができた、私です。でもどうだろう、どうだろう、なんか多分ね、今もしもこの配信見てたら、多分姉は自分って言ってると思う。あ、でも私なのでそこは信じてください。私の方が勉強もできた。で運動は同じぐらいだった、多分ちょっと二人とも苦手だった。姉系とさやかりんはどっちが喋る？いや断然姉です、断然姉。私は全然あんまりなんだろう、あんまり喋らず笑わないタイプなので、姉ですね。姉は結構人見知りとかもなく明るく喋ってましたね。ビタミンさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。え、姉ビタミンさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あ、私が笑わないタイプっていうのはあれです、なんか昔小さい頃とか小学生とか中学生とかの時は結構人見知りで、なんかなんだろう、人見知りだった。こんにちはみたいな、あの知らない人とかに。だからそういう時姉は普通に元気にこんにちはって感じだったので。そうでしたね。アメキロさんにショールームやってほしい。ちょっと言っとくよ、言っとこうかな。え、なんでこんな脱線したんだろう、どっから姉の話になったんだろう。そんな感じでね、こんな感じで、あ、メール来た？メール来たの？え、すごい、え、すごい、あ、来たんだ。あ、ありがとうございます。マネージャーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと見てよ。マリーナさんが可愛いから見て。見て。可愛い。あ、あの私のこのカーディガンも結構写真で見えてるので、ちょっと見てください。いやー、そう。もう可愛い。ダメだ、今日は私本当にもうファンとしてやっちゃう。
あ、推しのその子の猫ちゃんもよく見えてる。かわいい。かわいさのお裾分けです。かわいさのお裾分けです。ぜひ目に焼き付けてください。じゃあ無事メールも届いたということで。めっちゃ脱線しちゃった。もう配信壇上見ますって言いかけてからめっちゃ脱線しちゃったね。ということでそろそろ壇上読ませていただこうと思います。ドドドンドドドドン。13位、龍義健さん、ありがとうございます。12位、ダンタンタヌキさん、ありがとうございます。11位、ひとよかのてんばんたけさん、ありがとうございます。10位、ひゅうがひゃんさん、ありがとうございます。9位、アッキーザラ大好きマンさん、ありがとうございます。8位、いっこうさん、ありがとうございます。7位、うさぴょん姫さん、ありがとうございます。だ、壇上変わった？だだ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 。もしかして壇上変わった感じかな。壇上変わった感じ。ちょっと壇上見ます。はい、え、変わったよね。13位、龍気健さん、ありがとうございます。12位、ヒューガヒョンさん、ありがとうございます。11位、アッキーザラ大好きマンさん、ありがとうございます。10位、タンタンタヌキさん、ありがとうございます。9位、イッコーさん、ありがとうございます。8位、ひとよかの天板のたけさん、ありがとうございます。7位、うさぴょん姫さん、ありがとうございます。6位、つなさん、ありがとうございます。5位、かずさん、ありがとうございます。4位、やまいさん、ありがとうございます。3位、花火師さん、ありがとうございます。2位、おつかれさん、ありがとうございます。そして1位、小一さん、ありがとうございます。ありがとう。そして明日大吉の方はちくわドーナツさんです。おめでとうございます。パチ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 。あ、今の私が明日大吉って言ったのはちょっとあの明日の気象報告の伏線なので伏線なのでちょっと楽しみにしててくださいということでということでそう今日のね配信もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。今日はいっぱい多分かわいいかわいかったかわいかったって言葉をめちゃめちゃ言った配信だったんですけどありがとうございます。じゃあ今日もありがとうございました。皆さんもねゆっくりと休んで明日も寒さに負けずに共に乗り越えていきましょう。ということでお話し会が第二次受付が明日の13時前なのでぜひよろしくお願いします。2月5日がまずおすすめです。一番すぐに話せるのでおすすめです。ピンクコーデはなかなか珍しいですので2人でも話しましょう。ということで配信もありがとうございました。ありがとう。またねー。おやすみなさーい。バイバーイ。ありがとう。猫でした。バイバーイ。